はい、こんにちは。今回はね、こちらも、かなり希少な、クラシック車、クラシック車は好きなんですが、この車はパッカードですね。で、パッカードの、おそらくスーパー8に当たるやつの、パッカードスーパー8のコンバーチブルではないかと思うんですね。で、これは、1937年型の車になります。で、これは、パッカードは、説明入りますと、パッカードは飛行機エンジンの生産でも有名で、第一次大戦中は V 型12気筒飛行エンジンを、生産していたと。で、第一次大戦後の1942年に8気筒 5.9L、84HP エンジンを搭載するシングル8を発表し、この車はツイン6の後継車として成功した。で、生産台数でキャダラックを追い抜き、アメリカの高級車ナンバーワンの地位を固めました。で、1930年代になると、世界大恐慌によって高級車の販売が低下し、パッカードは、販売路線の拡大のため、中級車市場に進出したんですね。で、1932年に6気筒エンジンを搭載した純国産パターン型のライト6というのを発表しますが、これが評判が悪かったらしいんですね。で、それですぐに、8気筒エンジンというものに戻してしまった。で、この1935年にはシングル8の後継車として新型8気筒エンジン 4.6A の120馬力、を搭載したスーパー8が登場した。で、スーパー8はホイールベースが120インチだったことから120部とも呼ばれ、スーパー8は前輪独立効果で4輪言わずブレーキが設備された。で、パッカードとしては破格の低価格で憧れのパッカードが安く買えたということで、スーパー8は大ヒットしたんですね。で、この1937年にさらに低価格の6気筒エンジン搭載の110、115を発表したと。で、この年にパッカードは、同社の年間の最高生産台数約11万台を、記録したと。で、この中級車シリーズは一時的にパッカードの業績を上げ、パッカードの、ブランドイメージを、下げ、死ぬからも、下げてしまったということなんですね。それだけ当時はね、パッカードっていうのはもう今でこそも、当時昔になくなってしまいましたけども、当時はアメリカを代表するキャデラックとかね、ああいうリンカーンとかね、ああいった車を代表する中の、もう高級車の中の超高級車として、言っていましたね。で、パッカードが出てくる前はウィントンさんっていうね、ウィントンの自動車会社があったんだけど、そこがね、高級車を作ってたんですが、それでパッカードがね、高級車を作りたいと言ったらね、あんたたちの、あなたの会社にね、高級車なんか作れるわけねって、すごい、その当時、そのウィントンさんっていう人にバカにされたらしいんですね。で、それでもう倍返しの感じで、よし、そんなにバカにするんだったら、じゃあウィントンさんご自分でね、パッカードはね、パッカードの会社にね、ご自分で、パッカードさんご自分でお作りになったら、いや、どうですかっていうふうに挑戦されて、で、それで、よし、じゃあこの野郎と、じゃあ、じゃあパッカードって素晴らしい高級車を作ってやるっつって、で、そのウィントンの会社を任してやるっつって、で、ウィントンの会社を倒産に追い込むほども、見事にその倍返しをしたわけですよ。だから、なんていうのかね、当時のね、アメリカっていうのは、もう力でのし上がっていくから、もう弱者を育てようとか、そういう考え方じゃないんですよね。その点、日本人っていうのは、そういう弱者とか、そういったものをこうね、葉っぱに水をあげるがごとく、こう、ね、育て上げようっていうところがあるけども、当時のね、1930年代の、アメリカって言ったら、もう力でのし上がっていく、もうアメリカンドリームだったから、そのちっちゃい会社なんてひねり潰してしまえっていうような、そんなような恐ろしいところだったんですね。で、それで、
それに負けじと7問かつってパッカードは大きな会社になって、で30年代からまあ40年代あたりです、50年代あたりかにかけて大活躍したんですよね。で私はパッカードの車もまあ好きなんですよ。もうこの高級感があって、超高級車っていう感じがあってね、見るからにもう威風堂々とした、形と、そのね、いかにもまあもう時代から言ったらもうクラシックカーって時代だけど、いかにもまあそういう風な高そうな車っていうイメージがねあって、でそれがまあ非常にこの車のまあ好きなところであったし、いいなっていうところなんですよ。だからパッカードは好きですね。まあかつてトミカにもパッカードっていうのがねあったんですけど、まあそれはクラシックカーブームっていうのが1980年代の時にありましたね。でその時っていうのはその時じゃないと知らなかったわけですよ、子供もね。でもうほらもうなんていうの、もう今じゃねパッカードなんてな、もう昔の話になってしまったから、今の子供がパッカードを知ってるなんて言ったら、それよっぽど車好きじゃないとし知らないんですよね。なんつうのかね、どうしてもほら今の、ね、自分が生まれた時代の時の車っていうものにやっぱりどうしても興味って惹かれてしまうから、自分が生まれる前の時代の車ってなると、まあせいぜい10年あたりか20年あたり前だろうと。それよりさらに昔の車となって、なんか大昔すぎちゃって、そういった車って同時にそのね誤解してしまうんだけど、いい車がねえんじゃねえかっていうふうに思っちゃうわけ。ところがそうじゃなくて逆なんだよ。いい車があったからよりいい車ができてきて、でその子が生まれた時代になってくると、さらにまたいい車ができてくるんですよ。だからそこが混み落としがちなんだけどね。でそれであのあれだったんですよ。まあこういうもいい車だったんですね。でこういうふうにタイヤの部分とかもね、昔はこういう感じの車だったらしいんですけど、こういうのがこうやって取り外すことがこうやってできましてね。でこうやって内装なんかを見事にこう作られていて、でこういうふうにこれはマッチボックスがね、70年代の時に作りまして、でその時はそのイギリスだったんで、イギリスのマッチボックスはイギリスの会社なんで、今でもそうだけどね、その70年代の時にまあそのクラシックカーブームっていうのが起きたんですよ。でその影響を受けて、結局その日本で80年後の1980年代にクラシックカーを一時トミカが作ったんですよね。パッカードとか、クーペ・ドビルとかね、あとはそのミゼットが最初始まった、確かミゼットが始まりじゃなかったかな。その後今度この次 S800 とか出したんですよ。じゃなかったら、だからある意味そういうふうじゃないか、トミカでもミゼットを出してくるっていうのはありえないんですね、通常で考えたら。もうその80年代の時にはもうミゼットってなんて、当の昔にもう製造中止されてたし、まあ製造中止されてもだいぶ年月が経ってるから、その当時の小学生とか中学生にとってみれば、ミゼットって言われてももう馴染みがないから、ね、子供に人気がある車種をまあ生産していくっていうのが主に、ね、そういうおもちゃメーカーっていうのはそれが主に一番前提ですから。だからそれ以前の車っていうと、もう子供が生まれてない時代だから、馴染みがないわけですよ。何回も言うけどね。で、その時に、その70年代にこの、何、ね、マッチボックスのこのクラシックが出していた時代があって、で、その影響を受けてトミカが、クラシックカーを1980年代の時に作ったんですよ。で、そしたらそれが結構高尚だったらしいんですね。で、高尚だったんだけど、やがてその時代が、新しい90年代ぐらいにこうなってこようとして、80年代の後半ぐらいになってくると、まあ、だんだんこう、またこう、まあ、忘れ去られていくというかね、そういった、時代になりましたけどね。でも時代ってのは結局回る回るっていうね、歌が昔ありましたけど、本当にその時代ってのはやっぱり面白いもんでね、回っていくもんで、またその再びその今ね、ほら新車の値段は高いし、
デザインだっていいデザインのやつがあんまりないじゃないですか。でそうすると昔の車っていうのがまた再び人気が出てきてるからね、もうそれこそ70年代80年代の車とかね、まあ、70年代だとちょっと古いかなって感じだけど、まあ、80年代から90年代の車になってるでしょ。でそれがなってきて、もう平成の時代も終わるからね、平成の時代も終わるから多分今平成の車もそのうちあれじゃない、クラシックカーの中に入るような時代がもう来るかもしれないね。だからそういうふうにもう古い車が人気がある時代になってきてるからね。だからまあそれだけやっぱり今のね自動車業界って情けなくなっちゃったんだよね。もういい車が作れなくて、でもう物価高だし、最悪にいうことで物価高だし、でね職人さんがどんどん定年退職していっちゃって、若い人たちに技術をね伝えなきゃいけないんだけど、その技術を伝える前にもうね定年退職しちゃったり、もうなんか肝心の職人さんがもう寿命が来てなくなっちゃったりとかして、でしかも人口がどんどん減ってるからね、で子供が少ないから人口がどんどん減ってるって、これはもう止めようがないから、もう本当ますますその負の連鎖みたいなのが入っていっちゃうんだよね。だからまあそういう時代ですよ。でもこれはね、まあ時代だからって言ったらそれで話が終わっちゃうんだけど、だけど一緒の時代はやっぱりこういう高級車っていうのは、こういう古い時代の車っていうのを見習って、でまた作ってほしいなって思う。だってこの時代の車だって、30年代の車だって大昔の車だけどさ、今からしたら。でも今から大昔の車って言ってもこの威風堂々としたこのかっこよさ、そしてこの今の時代にはないこの作り、そしてこのなんつうのかね、この堂々たる姿っていうかね、こういうのがいいなっていう感じですよね。私も車を3台とか4台持ったら、こういう車を1台ぐらいね、あんまり使うことはないかもしれないけど、それこそね貴重な車だから、でそういう車が1台ぐらい眠っていて保管して、ねイベントの時だけ引っ張り出して出してくるみたいな、そういう風な金持ちに、そういう風なお金持ちになってみたいですね。そしたら車何台という3台と言わず10台20台持ってるんでしょうかね。でそういう風にね、なってみたいななんて思いますけども、まあなかなかこれはいい車だなというふうに思います。で昔はほらここにこういうふうにトランクが、ここにでっけえトランクがあって、ここのところにこうトランクを積んでね、まあ旅行カバンみたいなやつですね。でそれでここにこうあれですよ、荷物を入れたりなんかしてたんですね。ただまあ自転車とかそれはちょっと入らないのでね、さすがに手品じゃないからね、ねじゃん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 なんとかね、マリックみたいなね、マリックとかマギシロみたいな人が出てきて、それで自転車を小さく折りたたんでこの中に入れましたみたいな、そんなことはない、折りたたみ自転車なんかできないですから。ですからそういう場合どうしたらいいかって言ったら、多分もうここのとこくぐりつけるか、上のここ屋根にくくりつけるしかね、でも屋根にくくりつけたらこれ掘れ出てきてるかね、実際潰れちゃうわね。だからこういうトランクの上でも潰れちゃう場合があるから、まああれじゃないのかね、まあこういうとこにくっつけるとか、くっつけて運ぶしかぐらいしかないんじゃないかなと思うんだけど、まあそういうふうな、だから大きなものは積めないね、家具だとか自転車とか、まあスキーの板倉だったらまあなんとか積める、屋根の上に乗せたら、まあ、潰れない限り大丈夫だろうと思うけど、でもまああれだったですね、まあそれだけやっぱり当時車っていうのが本当に裕福な人で、お金持ちしか手に入らなかったんですよ。でその中でこの車が出た時に、パッカードが安い車を出したから、まあお金持ちでも、お金持ちの中でも中流階級の金持ちが手を出し始めたんですよ。ただ難しいもんですよね、販売ってのは。パッカードってのは高級車メーカーだと、だから今で言うとフェラーリとかランボルギーニっていう風なね関係だから、でそれが安い車出しちゃいましたみたいな、そしたらブランドのイメージがガクンと下がっちゃってね、そっからこうその影響の影が被ってパッカードってのがあれなんだよな、結局それがあだとなってっていうか、それが引きずるような形になっちゃって、結局1950年代の時にパッカードがまあかつての勢いがだん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 しぼんでって、悲しい話なくなっちゃったんだよね。だからあれですよ、いい車だったんだけどなっていう感じなんですね。でもこれが当時ねメンツの SSK とかね、
ああいった車と互角に販売争ってたし、実際ね、レースなんかでもやっていたんでしょうから、まあ、なかなかこういう時代の車ってのはいいなっていうふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。